こんにちは、ビューです。パズドラのお時間です。今日お誕生日の方、おめでとうございます。はい、今日も無課金サーバーか芝居のでやっていきたいと思います。今日お誕生日の方、おめでとうございます。あれ、これ2回言ったっけ？まあ2回言うてもいいか。はい、今日のね、午前中、9時45分、ちょっと過ぎちゃったんですけど、遅刻しちゃったんですけど、ガチャ更新待機配信やったっけ、なんかちょっとドラえもんのあの秘密道具みたいなことなんですけど、今こう言いながら襟直してます。はい、お付き合いくださりありがとうございました。平日の月曜日の、はい、朝というね、皆さんのご多忙なんか、お仕事前とかお仕事中とかからもね、来てくださってね、本当嬉しかったです。はい、だんだんね、ちょっとやり方も僕も覚えてきたのか、まあまあ、第2回目のコラボということであってね、ちょっとまあまあ、気楽にちょっとできました。はい、皆さんのおかげでありがとうございました。あと、昨日までね、TikTok の方でゲームアリーナというイベントに出させていただいておりまして、はい、こちらも応援してくださった方、ありがとうございました。本当にね、遊びに来てくださったり、はい、本当にありがとうございました。それではね、今日から来ておりますね、こちらですね、はい。今日はガチャ動画です。ちょっとガチャ動画が続いちゃったんですけどね。まあメインアカウントはそう、おかげさまで、戦時もね、取れて、はい。よかったですね、ほんま。で、今日から魔法石7個、電撃文庫コラボガチャが来ておりますということで、まあ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 、週の初めなんでね、ちょっとガチャが来た時はね、ちょっとガチャ動画でお許しくださいませ。はい。あとはそうですね、ごめんなさい、ちょっとこれ近況報告になっちゃうんですけど、はい。ランダンね、こちらもね、サバカ、深夜のランダン配信で、一応入れて 10% に甘えてる形なんですけど、割と列は得意、ただしルーレットなしなっていう感じなんですよね。それではね、早速ね、電撃文庫コラボガチャか、はい、こちらですね、電撃文庫コラボガチャ。めちゃくちゃこれね、朝の更新でちょっと音楽変えたら、もう全然なんかちょっと音楽分かんなかったんですけど、芝居丸の時にね、音出して聞きながらやったらすっごい曲やったんで、バチバチにテンション上がっちゃったんで、はい。それではね、もうこちらもせっかくならね、神引き狙おうということで、それではマテリアルバースト発動でよろしくお願いします。はい、まずこちらですね、無料から、無料を全部回収してきました。はい、無料を全部回収したらね、 1,2,3,4,5 個ガチャ引きますね。5個のうちに、1個星8以上確定がガチャがあるんで、僕狙いはですね、まあ、この上の、まあ、星9と、それか星8で言ったら、まあ、大阪さん、みことさんか、セルティ・ストゥルルソン、まあ、1% のやつですね、1% のやつ。あと、上条トーマさんも欲しいですね。あとは、もう、まあ、シャナーかなーっていうところですね。はい。そこを目指して引いていきたいと思います。はい。で、まずはメール、電撃文庫コラボガチャ。これログインスタンプの分ですね。はい。10分の1ということでね。はい。壊れるほど引いても思い伝わるんでしょうかね。はい。よし !OK! これ全部割れるんですよね。ほんま。全部割れるから、ちょっと僕焦ったんですけどね。最初最悪だったかなと思ったら。マージョリードーはね、結構こう、用事ないっすね、やっぱり。まあでもね、今回電撃ブンコラボキャラ、結構これ芝居の前残してたんで、残してたというか、まあ基本占い主義なんですけど、必要以上に、交換もしない主義なんで、よかったっすね、ほんま。で、こちらが、何やったかな。アクセラレーター降臨。はい。僕は芝達也さん、マテリアルバースト発動言ってた方と、フロトビックマスター、まあクリアできるんで、全然。はい。みんな高速周回とか狙わなければ全然クリアできますんで、はい、こちらもいろいろちょっと黒飛び編成のご参考になる方、他の方の、ね、動画を見てもいいんで、クリアしてみたら大丈夫です。アクセレーターあれか、アシスト向こうならな、アシスト向こうバッジをあれですね、つければいいですね。はい、バンザー覚えてる、西条のレオンハルトですよね。はい。パンツァーは進化したの？パンツァーは、レオの手袋と一緒っていうことね。はい。星8以上確定ガチャ、最後にしようかな。はい。で、クリア報酬、電撃文庫コラボガチャ。これあれですね。折原なんとかさん。はい。クリア。僕ね、ごめんなさい。電撃文庫コラボ、
文庫は全然知らなくて、あの本屋さんであのアルバイトしてた時にデュラララララララデュラララララの数が何個か分かんないですけど、めちゃくちゃまあ人気だったんですよ。はい、それで覚えてますけど、それぐらいしか知識がございません。でこちらはさあどうでるどうでる、イエーイ。あー、この方は星7ですね。どんど俺って実は天の弱なんだぜぐらいしかちょっと分かんないですね。はいはい、それではクリア報酬開催記念電気文庫コラボガチャ、これは上級ですね。はい、ストーリーじゃなくて、あれは何ダンジョンの普通の、はい、特殊演出とかもね結構あったんで、本当に楽しめたんで、僕生放送も本当に、ただ映像的に大丈夫なんかなっていうところが心配なだけでございますと。はい、毎回笑えてくれるからね、ちょっと若干のワクワクとドキドキと。はい、お？新キャラちゃうこれ。浜宮。ハメン。え？負け犬上等。星1、2、3、4、5、6、7、星7ですね。はい。まあ、どうしようかな。クリア報酬、星8以上確定ガチャ、その最後引こうか。ちょっと、せっかくなんでね、魔法石使って一回引きたいんで、ユーザー情報購入でき。無料配布、星8ちゃうわ。ちょっと今、宝石も8ちゃったから、クリア、無料配布8個となっております。これ、石使って、一回ね、行くことも大事ということで、対戦。よろしくお願いします。それでは、はい、最高よし、はい、あー、そう、固まるんやった、全部。自分で打ってて忘れてた。ボタンは。あらら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 。画面3、まあ、武器作れるということで、まあ、かぶったらね、ちょっとたまにね、一応ぶっ込みやすいということで、まあまあそちらのメリットもね、こういいように考えればあるということで、まあええか。はい、それではね、ラストね、こちら引いていきましょうか。メールの星8以上確定ガチャ、僕芝兄弟やったんですね、あの方たちの、武器、2人組がちょっと欲しいですね。まああと1% 以外で言えばね、はい。無駄。ドキドキワクワクワクで、ワクワクドキドキで、はい。最高！はい。これは、どなたが来てくださるんでしょうか？はい。はい、マテリアルバースト発動。お！これって。あ、ごめんなさい。普通に1% じゃなかった。ここは俺に任せて先に行け。はいはい、ちょっと待って、変身後は、あ、でも実で雲耐性持ってらっしゃる方が多いんですね。電撃やから、で一旦なんで自分のダメージ、自分の攻撃が2倍、ダメージ上限値は85億ってなんですよね。ちょっとね、どうしようか。あ、でもスキブさんに泥強化で、これちょっといいっすね。はい。それでは、結果見ていきましょう。はい。こちらですね。降臨キャラの、方から、マージョリード・パンツァー。感じ弱いね。っていう感じでございました。はい。皆さんもね、電撃文庫コラボガチャね、交換所をちょっと見てみましょうか。はい。交換所は、こちらはね、全部コラボキャラという、まあ、縛りではございますが、全然ね、もし普段からのゴッドフェスとかめちゃめちゃ弾いてはる方やったら、フェスゲンとかね、フェスゲンとかもありで、込みで、キャラ交換できるんで、星7とか、で、これで弾増やして、交換するのも全然ありやと思うんで、まあまあまあ、そんな焦らんでね、まだ始まったばかりなんでね、はい。まだ慌てる時間じゃないということで、はい。個人的にこの方欲しいんですよね、僕、ちょっと。ルーレット多色好きなんで、この回復 LG 付きで、ルーレット僕苦手なんで、自分でルーレット作れるのと指伸ばしてくれるのとちょっと欲しいなと思ってるんですよね。はい。それでは今回は、この辺でお開きにしたいと思います。入れ替えした皆さん、ありがとうございました。良ければね、電気文庫の知識とか、はい。あとは、まあ皆さんの本当は推しキャラとか、はい。
教えていただけると、コメント欄で教えていただける、いただけると嬉しいです。あと、こちらもよろしくお願いします。次ね、ちょっとクエスト15が残ってるんで、15はね、ちょっと生放送、メインアカウント生放送ね、どうしても先住とかやらなくちゃいけなかったんで、いや、じゃあやりたいと思ったんで、そちら優先しちゃったんで、芝居の前がちょっと後回しになっちゃってるんで、先住行くか、クエスト15行くか、どっちか迷ってるんですけど、どちらかはね、まあ、次やっていければなと思っております。はい、それでは、今回の間、私、ゆうでございました。それじゃあね、バイバイ。